こんにちは、速稼塾の久保です。吉田さん、マジですよね。毎日緊急事態宣言じゃないですか。ビジネスやり始めたら、このね、毎日朝起きたら寝るまで、いや寝てる間も緊急事態なんですよ。緊急事態だからこそ、今回ドカーンと安倍総理がね、緊急事態宣言を出しても、あそうみたいなもんなんですよ。そんなね、他人に言われて緊急事態ですよって言われておじけづくような我々ではないんですよね。もともとこの世界に入った時から、いや大地にね、足を踏みしめて歩き始めた時から緊急事態なわけですよ。お金がなくなったらどうしよう、体を壊したらどうしよう、人に嫌われたらどうしよう、大地震が起きたらどうしよう、パンデミックしたらどうしよう、もう無数にね、我々の人生や生命を脅かすものは溢れてるわけですよ。そんなね、なんかどっかで何かが流行って世界的にね、危機に訪れました、うわー緊急事態だって、もっと前から緊急事態だって言うの。生まれた時から緊急事態を感じてないから、いまだに稼げない、何に対しても本気じゃないと、学校で勉強一生懸命したかしてない、部活一生懸命したかしてない、それぞれ、まあ、一生懸命ね、頑張ったとは言いますけども、まだやれる余地あったんじゃないかってことなんですよ。だってしっかりやってたらそこで身を立ててたはずなんですよ。何をやっても身を立ててないってことはね、何をやってもそこそこだったんですよね。なんて言いますかね、真剣と言いますかね、本気と真剣は違うんですよ。本気と真剣ね、当然ですけども真剣にやらないといけないんですよ。もう多くの方はね、本気なんですよ、気持ちが入ってるだけ、いや違う、真剣なんですよ。死をかけてやらないといけないんですよ、死をかけてね。だって全てのことってのは、我々は緊急事態に、まあ、即していて、足を踏み外したら死ぬわけなんですよ。だってビジネスの世界に入ってなんかね、何百万騙されたって言いますけども、生きてるでしょ。だから泣き言を言うようなことじゃないんですよ。何百万なくなっちゃったとかね、誰かに騙されたとか、うん、それはね、危機感がないから騙されるんですよ。危機感がないから、緊急事態じゃないからやられちゃうんですよ。で、詐欺を働く方は緊急事態なんですよ。だから人のお金を奪ってでも生き残ろうとしてるんですよね。そういう意味では詐欺師の方が、私はね、緊急事態を意識してると思いますね。で、まあこれね、本当に詐欺をする人の方が悪いんですよ、それは変わらないんですけども、でもね、防御力がなさすぎるのも、これは緊急事態を感じてないってことだと思うんですよ。だってこっちについていけば楽して稼げそうと思うわけでしょ。で、全然緊急感ないんですよ、そんなの。違うんですよ、緊急事態ってのは何をやったらいいか分かんないけど、とりあえず一歩一歩踏み出してみようっていう、このね、死をかけた決断なんですよ。こっちに行ってみたら死ぬかもしれない、でも進むしかないっていう状態なんですよ。それが緊急事態。例えて言えば、後ろでね、もうビルの火がわーっと迫ってると、もうね、後ろに引くことはできない、前に行くしかない、でも前に行くルートの 1,2,3 という3つのそのね、道のうち2つは結局は死ぬっていうコースなんですよ。いや、もしかしたら3つかもしれないですよ。全部一歩前に出たら全ての選択肢が死に向かうかもしれないところで、やっぱり一歩進んでいくっていうことなんですよね。それが緊急事態ですよ。で、座して死を待つって言葉がありますけど、まさにね、今までぼーっとして生きてたんですよ。これが緊急事態でビビるぐらいだったら、うん、それこそね、私たちビジネスマンはやり始めた時から緊急事態ですよ。月末の支払いどうするんだ、借金どうするんだ、人の信頼どうするんだとかね、物が売れなかったらどうするんだと、この自分で作った商品セールスに失敗したらどうするんだ、経費をダダ払いして何にも入ってこない、終わりですよね、即死ですよ。そして自分のやってきたことが人に認められなかったら、信頼されなかったら、次のセールスは失敗するんですよ。いや、セミナーやっても誰も来ないんですよ、放送しても誰も見てくれないんですよ。だから心を尽くしてね、もう一人一人丁寧にやるわけですよ、ビジネスを完成させるわけですよ。これがだから緊急事態なんですよ。だから普段から緊急事態なんですよ、私たちは、ね、今までね、どんな災害を何回見てきたんですか。歴史上の悲惨な出来事、何回も私たちは学習してきた、学習してきたんだけども、どこかね、自分には起こらないこと、何が起きても自分だけは助かることっていうふうな意識があって、緊急事態じゃなかったんですよ。私はね、いつも思い出すんですよ。75年前、朝起きて夜寝るまで、いつ爆弾が降ってくるか分からない、って音がしたら空襲警報ですよ。天からね、防御もないその状態で爆弾が落ちてくるんですよ、いきなり。普段の日常、会社に通うとか、どっかお店に行くとか、友達に会うっていう全ての予定を中断して、防空壕という頼りない土の中に入るんですよ。防空壕なんて意味ないですよね。穴掘って、庭に穴掘ってそこに入るわけですから、あんなの焼夷弾が突っ込んできて燃えて終わりですよ。仮に生き延びたとしても、焼け野原で這い出してきて何するんですか。
だから緊急事態なんですよね。私はだからね、今ね、世界各国がウイルスという宇宙人に侵略を受けてると思ってるんですよ。この戦いは結構厳しいですよ。というのが、今回の、例のやつだけじゃないんですよ。無数に私たちは未知の敵からの攻撃を受けてるんですよね。そこに対してもう365日24時間もう全ての1秒1秒が緊急事態なんですよ。これ伝わりますかね。いや、こういう気持ちでやってるんですよ。まあ、それだけなんですよね、言いたいことはね、だから明日やればいいさとかね、ああこっちのビジネスもうまくいかなかったらこっちやろうかみたいなじゃないんですよ。この一個に全力投球、この一個のビジネスが、そしてこの一人の人が何ともできなかったら、この一人のお客さんを助けることができなかったら、これから先ビジネスなんてあるか、自分の人生なんてあるかって考えていく、ね、それが緊急事態の意識だと思うんですよね。結局ね、失敗はつきものなんですけども、失敗してもいいさとか、売れなくてもいいさとか、集まらなくてもいいさみたいな、最初からね、気合が抜けてるんですよね。緊急事態なんですよ、私たちの人生は。常に緊急事態ね、緊急事態ですよ、緊急事態、わかりますか、緊急事態だ、これ。